手、セレーナ・ゴメス、30、のインスタグラムのフォロワー、数が先週末、女性で初めて4億人を超えたことが分かった。2月23日には、カーダシアン家の末娘で、モデル兼実業家のカイリー・ジェンナー、25、の世界記録、3億8064万人を抜いて世界で、最もインスタグラムのフォロワーが多い女性となった。米芸能サイト、トゥーファブによると、セレーナは19日、インスタに、4億人みんなを抱き、締めたい気持ちとのメッセージを添えて、ファンに囲まれて撮った、スナップ写真を公開した。また、友人の米歌手マイリー・サイラス、30、か、ら祝福メッセージを受け取ったことも明かした。20日時点で、フォロワー数は4億200万人を超えている。セレーナは2018年、インスタフォロワー数1億4300万人以上を誇るインスタ女王だったが、突如、メンタルケアを理由に、同アプリの更新を休止すると発表した。当時、破局したばかりの元恋人、ジャスティン・ビーバー、29、が、ヘイリー・ボールドウィン、26、と婚約を発表したことから、ジャスティンを略奪したとして、セレーナのファンが SNS でヘイリーを大バッシング。そんな騒動に嫌気がさしたセレーナはインスタから距離を置いたとされる。その後、昨年11月にインスタを復活させたセレーナだったが、偶然にもフォロワー数が女性、世界一になったことが発表された先月23日、再び SNS 活動からの休止を明らかにしていた。ちなみに、インスタキングはクリステ、イアーノ・ロナウドの5億6000万人。